こんばんは、平井弘明です。久しぶりに私から入りました。今回の動画はですね、あれよあれよと皆さん手を挙げた練習方法の間違いについて動画を撮っていきたいと思います。これどういうことかと言いますと、それ誰々さん練習方法間違えてますよって言ったら、え、僕もそうやってました、私もこうやってましたってずらーって並びました。え、全員じゃんっつって、みんな間違えてる、みんな間違えてる。その間違えた練習方法について動画を撮っていきたいと思います。平井弘明のワンラップゴルフ。言ってる間違いの練習方法は、毎回違う課題をやる。毎回っていうのは、例えば毎日だったら週5個課題がある。ああ、そういうことか。そう、今日練習行った時に、じゃあ軸ぶれないように練習します、明日行った時に体回すように練習します、こういうもっと大きいことになってくると余計ダメなんだけど、今パッと頭に思いついたその軸とその回すっていうのはギリギリアウト。軸をぶらさないこと自体はいいの、体回すこと自体はいいの、日に日に変えちゃいけないってこと。最低でも1ヶ月以上は同じことやった方がいい。身につかないから。そう、身につかないし、自分がそれが合ってるかどうかが判断できないから。本当は半年以上ぐらいやった方がいい、同じことを。じゃないと分かんないから。例えばじゃあ手順でいくよ、トール君レッスン来ましたって言って、トール君がいや、やったことないから分かんないよって言って、じゃあトール君こうやってこうやってっつって、トール君ね、軸をねぶらさないでね、こうやって体は多少回るだけでいい、でクラブはこうやって腕は9時3時ぐらい、これぐらいでいいから振ってみてって言うじゃない、こうやって、これでトール君じゃあ当たりましたって言ったら、それを半年やるの。じゃあ半年後来て、じゃあ登録一番最初やった9時3時やってっつって、うん、いいよって言って、このまんまバチーンってこうやって打てなかったら出来上がってないから。したら今みたいにもう全然できるよって言ってバンってできたら次に移れるから、どん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 身についてないうちにスパイスを入れたらもう激まず、まずい、まずいわ、出せたもんじゃない。本人も多分感触わかんないし、結局次の日に違うことやったら、え、昨日の何だったのって、できるって、1ヶ月後3ヶ月後も昨日やったことできるかっていうことなのよ。できなかったらやった意味がなくなっちゃうの、1日。だから必ず練習っていうのは同じことを繰り返してちゃんと足せるものを足してったの。例えば一番最初トール君軸でしたって言ったら、軸を意識できるスパイスを入れなきゃいけない。したらその一個の基本の動きに対して邪魔をしない、主張しないスパイスをどんどん入れていけるから、ああ、両方ね、主役は無理だから。あ、コーヒーと一緒じゃん。さすがでござんす。違うことない、喫茶店のね、店長から聞いた話。マジで？そう、それはサロンだよ。サロンコーヒーサロンです。コーヒーサロンの方で聞いたの。あ、本当、一番館っていう喫茶店の店長から。へへへへへ。あ、後でちょっと詳しく、じゃあ。あ、そう、そう、それと一緒です。ダメなんです。ダメです。足し算じゃないんでしょ。そう、そう、足し算じゃないです。もうだからブルマンとキリマン混ぜてごらんって。もうゲロ混ぜだから。そういうこと。主張しないものをどんどん混ぜてっていいブレンドを作らなきゃいけないから。ぶつかっちゃダメです。ダメです。ダメです。間違いなく引き算でございます。はい。足し算ではないんです。だからそういうゴルフの理論ってやっぱあって、練習で何を課題をやるかっていうので、相当その上達のスピードが変わります。で、コースで自分が何が足りないかがまず知らないと、まず話にならないということ。で、それに対してどういうドリルが効果的かっていうのをレッスン行くなり、自分で勉強するなり、してやった方がいいね。練習の仕方一つで全然変わる。例えばね、引っ掛けドローをチーピンに悩んでる人でどういう練習をしたらいいかっていう、やっていいのかなこれ。まず普通にアドレス取ってもらって、テイクバックをめちゃくちゃゆっくり上げるのよ。でダウンスイングを自分の適正のスピードもしくはそれよりもちょっと速いスピードで打つの。そしたら絶対に左行かないから。
そうなんだ。引っかけない。要はチーピンとか左出る人ってクラブのこの入射っていうか入ってくる角度がめちゃくちゃ悪いのね。俺はまだスライスの方が素直なのだと思ってんの。うん。チーピンって2倍悪さしてることが多い。一番多いドライバーのチーピンって寝てダフるのね。はい、そう。寝てきたら普通は右行くじゃん。これがシングル的な悪さなんだよ。で、これが寝てダフって左行くってことは相当悪いからね。二つ悪いことない。そう。そう。だから、そのために、それをなくすために、まずシングルにしなきゃいけないの。悪さを。早く上げたらチーピン来るからね。そう。ゆっくり上げて、パチンって振ってあげる。じゃあ、ただ遅れて開いてるぐらいの方が可愛いんだ。可愛い、可愛い。だから俺、スライス面倒見てんのよ。ずっと。そう。チーピンのネタって、1、2本しかないでしょ。そう。面倒見ないから、俺。そうなの。そう。だからそういうね、例えばこうチーピンの解決法のその1ね、はい、うん、でこれにあと10個ぐらいあるから、チーピンの解決方法って、そう、そういうことがやっぱ引き出しがやっぱ多い方がいい。本気で言っていい、ここ3連チャンレッスン来ていただいた方に、これは動画じゃ分かりませんね、レッスン来てよかったって3人言ってた。動画じゃ分かんないし、俺もそれははっきり言ってる。動画じゃそこまでは伝えられませんって。あ、うん、すげえ球打って帰ってったんだけど。いや、本当別に、こんなこと言わなくてもいいんだよ。自慢でも何でもないんだけど、本当にその結果だったから、だから本当に、練習方法だったり、チェックする場所がはっきりしてると、結果がね、全然変わってきます。やっぱりさ、その人のレベルとか、うん、悩みとか、うん、それによっても何を練習したらいいだって、うん、変わってくる。変わってきます。例えば、100代の方がチーピン悩んでます。90代、80代の方がチーピン悩んでます。直し方は違うから。できることが違うから。じゃあ、練習方法、うん、何やったらいいかがまず分かんない。分かんない。だから、これは来てメニュー組んでもらったの。いや、そりゃそうよ。ね。だから、YouTube の動画意味ないの。そうだね。そう。だってレベルも、ね、状況も違う。そう。だから、そう、本当に、100、以上のチーピンと80代のチーピンじゃもう訳が違うから。ってことは、YouTube の中で、100以上の人の振りの直し方とか、80代の振りの直し方みたいな感じで一個ずつあっても本当はいいんだ。本当はいい。全然いい。100% 違うから。けどそれを一緒にしちゃってるから問題なの。そう。だから、ダフリは一くくりってなってるじゃない。なってる。あ、もう、あれが YouTube の意味ないところ。そう。うん、あれでしょ？右肘曲げればいいでしょ？言ってんだ。言ってんの聞いて言ってるだけだ。間違え。そうなんだよね。うん、そう、そう、そう。最近トール君危ないんですよ。汚染されそうで。そういうのがね、めっちゃくちゃある。だから本当スライスにしてもそうなんだけど、ワンナップゴルフが言ってるスライスっていうのは、もう比較的多いのをちょっと集めてみましたぐらいの感じなの。そう。だから。絶対スライスはこれが原因ですよとか、そういう感じでもう話半分というか、もう YouTube のゴルフチャンネルは話半分です。そうだから参考になる部分ももちろんあるんだけど、本当ハマる人だよね。そうだね、絶対2割ぐらいだからね、ハマるのは、もう半分ハマったら120点だから。すごいよね。それぐらいのものだから、だって全員ねスイング違うんだし、だからこう本当ラッキー、うまくいったら。ただ本当に基本って一つしかなくて、だからあんまりこう複雑にこう考えなくても済むことが多いね。楽だしね。枝葉のこととか、細かいこと言ってる動画は、あんまり危ない。普通のことだけ言ってる動画の方がいいってこと。そう、全然いい、全然いい、全然いいね。でそれの方がよっぽどスイングとゴルフはまとまる。本当にそういうのが必要になった時にやることだからね。先に準備するものじゃないからね。基本はもういつでも準備しといた方がいいんだけど。本質ってすごいシンプルだからつまんないじゃん。そう、つまんない。そうするとちょっと動画が伸びないでしょ。そう。そう。だからワンナップは本質だから伸びてないんです。ありがとうございます。そうです。ありがとうございます。ありがとうございます。本当になんで登録者数がこんなに少ないんですかっていうコメントが最近なんだろう、喜びに感じる今日この頃でございます。
すごいいいコメントしてくださった方がいらっしゃってですね、多くは言えないんですけども、まあそのようなことを言われて、で、今までに結構あるよね、そういう言ってくださった。うん。あ、すごい登録と僕で、ああ、嬉しいですねっていう話をいつもしてるんですけど、そうだから、分かっていただける方がいるだけで幸せなんで、これからも、バンバンやらせていただきますんで、ぜひ、ワンナップゴルフをよろしくお願いいたします。気に入っていただけたら、チャンネル登録とグッドボタンの方よろしくお願いいたします。最後までご視聴ありがとうございました。この度、ワンナップゴルフのオンラインサロンを始めました。セクシーショットありのマル秘映像ばっかりでございますので、ぜひ、興味ある方は入会していただいてですね、知ってる？あれ。っていうネタをですね、コンペとかで言っていただければと思いますので、ぜひご入会よろしくお願いします。